奉仕とは、氏の構成員をその氏から追放すること。奉仕処分を受けると、氏族の一員としての特権を剥奪され、官人となる資格も失うということで、官員も剥奪された。奉仕そのものは古代より各氏族で行われているが、特に藤原氏の奉仕が歴史上有名である。それは、形式上は、主張者である藤士主張者による、 制裁処分の定裁を取りながら、実際には宇治寺幸福寺の大衆及び宇治屋路、春日大社の新人による豪祖によって、幸福寺や春日大社の移行に従わない苦業や、官人を、大衆、新人の選議の上、結果を、春日大社に報告をして、幸福寺別当より、春日明神の移行として、富士市長者に感動処分を命令し、力ずくで、放仕処分にしたことによる、 ただし、藤原氏の場合は、放仕された者は直ちに簡易剥奪処分を受けず、職務停止の上で、実況禁止にして、よほどのことがない限りは、一定期間を過ぎれば斜面されることになっていた。この斜面を属し、次氏と呼んだ。平安時代中期以後、朝廷上層部の多くは、藤原氏によって独占されており、藤原氏の停止は、 公私の圧力によって自由な政治的言動を抑圧され、他史の停身も法仕処分の実施によって、朝廷の機能が麻痺することを恐れたために結果的に、春日神木が受落すれば朝廷は半ば、機能停止状態となり、最終的には公訴の要求が認められるという歴史を繰り返した。ただし、幸福寺や春日大社内部も一枚岩ではなく、 永承2年に事件を起こした僧に連座した父親の明日海正康の奉仕について、すでに文明14年に出家、陰性している人物の奉仕に反発する意見が、幸福寺内部から出されて、論争となっている。歴史上、初めて確認される奉仕は、長官元年の参義、藤原高末である。これは、後白河上皇の陰近心である高末が、 炎虐寺と幸福寺の争いの際に、炎虐寺に有利な判断を示したことによる。王や徳城の研究によれば、室町時代までに32回の藤原氏の奉仕が確認されているが、時代とともに奉仕がエスカレートしていき、昭和5年に一挙に12名の帝神を奉仕して、伏見天皇を憤慨させ、王安六年には全関白の二条義元を奉仕するなど、 乱発していった。だが、現時の足利義満が、朝廷の実験を把握すると、藤原氏帝神の宮廷における、発言力が低下していったのみならず、春日神木の呪落を伴った構想が失敗に終わり、幸福寺、春日大社の宗教的権威が由来だ。さらに奉仕の乱発はその権威の低下を招いただけで、なく、永正六年には、東ノミネとの所領争いを機に、 藤原氏の始祖である藤原鎌足を奉仕する提案がなされ、三条にしさねたから藤原氏の定身からも嘲笑された。さらに、戦国の戦乱で藤原氏定身、自社そのものの権威も低下したことにより、奉仕の意味自体が失われて近世には行われなくなっていった。ありがとうございます。